ブルサスポルは、トルコ北西部の都市、ブルサを本拠地とする総合スポーツクラブ、本項目では、サッカー部門について述べる。アジャルイドマン・ユルドゥ、アキンスポル、チェリクスポル、イスティクラル、プナルスポルが合併して1963年6月1日に設立された。クラブカラーには、緑と白が選ばれ、1963年の2部リーグに参加した。 9月21日にイズミルで行われたデミルスポール戦が初試合となった。1966から67シーズンの2部リーグ30試合のうち19勝して勝ち点45を獲得し、2位のサムスンスポールに勝ち点8差をつけて優勝し、シュペルリガに昇格した。1971年、総理大臣杯決勝のフェネルバフチェ戦でロスタイムに決勝点を決め、 初タイトルを獲得した。1973から74シーズンは、フェネル・バフチェがリーグとカップの2冠を達成したため、カップ戦準優勝だったブルサス・ポルが1974から75シーズンの UEFA、カップ・ウィナーズ・カップの出場権を得た。アイルランドのフィン・ハープス FC、スコットランドのダンディ・ユナイテッド FC を破って、準々決勝に進出し、 この大会で優勝した FC ディナムキエフに敗れた。1985から86シーズンと1986から87シーズンは2部リーグにいたが、1986年にアルタイ SK を2-0で破って、トルコカップ初優勝を果たし、評議会で昇格が認められ、シュペルリが昇格を果たした。1986から87シーズンの UEFA カップウィーナーズカップでは1回戦でアヤックスアムステルダムと当たり2試合合計0から7で大敗した。1995年には UEFA インタートとトカップに出場したが準々決勝でカールスルー SC に敗れた。2004年にニブリーグに降格したが2006年にシュペルリガに昇格した。2009年1月に エルトゥールル・サーラム監督が就任し、2008から09、シーズンは6位で終えた。リーグ戦3位以内でシーズンを終えたことはなかったが、2009から10シーズンは、勝ち点75を獲得して、フェネル・バフチェを、勝ち点1上回り、初優勝を果たした。フェネル・バフチェや、ベシクタシュ JK とのアウェー戦に3から2で勝利し、トルコリーグ3強との対戦で4勝1分1敗の、 好成績を残したことが優勝につながった。イスタンブール以外に本拠地を置くクラブのリーグ制覇は1983から84シーズンのトラブゾンスポル以来であった。オザン・イペクト・パブロバタージャが8得点でチーム内得点王に輝いた。1979年から現在のブルサー・タトゥルクスタジアムを使用していたが2011年に2015年6月の 完成を目標に、新スタジアム、ティムサー・アレーナの建設が開始された。現在は、ティムサー・アレーナを本拠地としており、スタジアムは、クラブマスコットである、ワニをモチーフにしたものとなっている。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。